岩手銀河鉄道線は、岩手県盛岡市の盛岡駅と青森県三戸郡、三戸町の目時駅を結ぶ IGR、岩手銀河鉄道の鉄道路線である。また、日本貨物鉄道が、第二種鉄道事業者となっている。元は、東日本旅客鉄道東北本線の一部で、2002年12月1日の、東北新幹線盛岡駅八戸機間開業の、 際に平行在来線として経営分離された区間である。このうち、岩手県内を IGR 岩手銀河鉄道が、青森県内を青い森鉄道が継承した。なお、IGR 岩手銀河鉄道が自社で鉄道資産を保有する線路区間は JR 東日本盛岡駅北側の場内、信号機付近にある会社境界点から青い森鉄道線。 メトキ駅南側の県境上の会社分開店までである。また、キロポストは、分離前の JR 東日本東北本線時代の東京起点のものがそのまま使用され、IGR 線内各踏切に書かれている、キロ数表示も東北本線時代のまま東京からの通算表示となっている。さらに、踏切番号標識も旧東北本線時代のまま、 油島起点からの連番となっている。運転系統としては青い森鉄道線、メトキ駅8の平気間と事実上一体の運行で、すべての列車が各駅停車として運転されており、地域輸送に徹している。日中時間帯は、森岡駅、滝沢駅間が1時間に2から3本程度、滝沢駅高馬駅、 岩手沼区内駅間が1時間に1の2本程度、岩手沼区内駅北が1の2時間に1本程度の運転となっている。森岡駅八戸駅間の直通運転系統が1から2時間に1本程度運行されている。なお、会社協会である目時駅を始発、終着とする列車はなく、乗務員も目時駅で交代せずに、森岡駅八戸駅間を通し乗務する。 車掌に関しては青い森鉄道線の乗務はなく、森岡駅、近代地温泉駅間の乗務となる。それに加えて、森岡駅、滝沢駅、岩手沼区内駅間の区間列車も多数、設定されている。区間列車はこのほか森岡駅高馬駅間の各駅停車が1往復、森岡駅二個駅間の各駅停車が朝に1往復、森岡駅、 近大地温泉駅間の各駅停車が3.5、往復、三沢駅、森岡駅間の各駅停車が上り1本、二戸駅、八戸駅間の各駅停車が夕方に1、往復それぞれ設定されている。朝の通勤、通学の時間帯には、JR 東北本線への直通列車として、一の関駅、滝沢駅間の列車が1往復設定されているほか、下りは、 一の関発岩手沼区内駅が一本、上りは JR 花輪線から直通する、数の花発ひつめ駅が一本、岩手沼区内発北上駅が一本、合わせて折り二本上り三本設定されている。東北本線と直通運転する電車列車については、森岡駅で乗務員が交代している。高間駅を起点とする JR 花輪線の列車は、全列車が当線に乗り入れ、 森岡駅まで運行する。会社協会の森岡駅及び、駒駅における乗務員の引き継ぎは行われず、これらの直通機動車列車は、JR 東日本の運転士と車掌が、森岡駅駒駅まで投資で乗務している。2010年12月3日までは、釜石発花巻経由、駒駅が一本設定されていた。森岡駅八戸平駅間の直通運転系統は、かつては、 毎時一本は確保されていたが、2017年3月4日に実施されたダイヤ改正からは、日中時間帯を中心に、森岡駅八戸駅間の直通列車が減便され、近代地温泉駅折り返しに変更になった。翌2018年のダイヤ改正では、減便された日中時間帯の2本が再度八戸駅まで運行されることとなった。また、朝に、 自動車で小鳥谷駅サメ駅間に JR 八戸線直通列車が下り一本運行されていたが2017年3月4日のダイヤ改正で電車に置き換えられた上で青森駅に変更され小津谷駅八戸駅間の自動車の列車は事実上消滅した当線盛岡方面各駅と花輪線各駅総合間は 連絡運輸が設定されているため、投資の乗車券で乗車できるが、駒駅において、花輪線を大武家、数の花は、大館方面と当線、青い森鉄道線岩手沼区内、2個、八戸方面は連絡運輸が設定されていないため、乗車券は駒駅で打ち切りとなる。ただし JR 線の前後で利用する場合に限っては、通過連絡運輸が設定されている。また、 前述の下り小津谷発青森駅と、上り三沢発盛岡駅など、IGR 尖閣駅から道の区市川駅、青森駅の各駅間を乗車する場合は、IGR 尖閣駅、目時駅間の乗車券と青い森鉄道線、目時駅道の区市川駅への乗車券、または、運賃がそれぞれ必要となる。新幹線開通前の東北本線時代は、中高、 夜行問わず多くの特急列車や貨物列車が走っていた。IGR 移管時に中高の特急列車の運転は終了し、IGR 移管後も運転されていた夜行旅客列車は北海道新幹線開業を前にした札幌発2016年3月20日の新大特急カシオペアを最後に運転が終了したものの東北本線時代と同様 本州と北海道を結ぶ物流の幹線ルートの一部であり、引き続き JR から多数の貨物列車が通過している。これらの機関車牽引列車は JR 貨物及び JR 東日本の乗務員で運転されている。かつて東区間の貨物牽引機は ED75 系電気機関車の重連だったが、車両の老朽化と線路使用量節約の観点から500型への お機会が急速に進み、2010年3月13日大夜開政時からは、遠く間より ED75 型が完全撤退しすべて A500 型に統一された。岩手銀河鉄道線の輸送実績を可表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 鉄道統計連邦運輸成績表より抜粋。以下はすべて旅客列車に使用される車両である。IGR 線内の駅を発着とする定期券とバス輸送を連携させた割引乗車券。IGR バス乗り継ぎ通勤定期の額面を定額に設定し、岩手県交通版と岩手県北バス版の2種類を発売。鉄道の青山駅。 森岡駅間とバス路線の森岡駅前、森岡バスセンター間、水保銀行、青春建前間の乗り継ぎ割引を実施している。当初の発売期間を2007年4月1日から2009年3月31日と1年間延長した。後、順次更新してきた。定期券面に、記載の利用者特典として、第1弾は、本人と同伴者1名を対象に、 森岡市内の指定映画館で鑑賞料金に割引を適用。第2弾として沿線の4店舗と提携、定期券免記載の利用者本人を対象に各店舗で特典を用意した。第3弾として定期券免記載の利用者と同伴者の合計2名を対象する入場料割引の対象に温泉施設の導入。 季旧施設のフロントで、岩手銀河鉄道線内の定期券を提示すると、正規料金を50円から200円割引した。個人に特化した商品として、開業5周年を記念した、IGR 全線1日乗り放題の企画切符、バースデー切符を発売。当初は2007年11月26日から2008年11月29日を発売期間とし、 利用有効日は2007年12月1日から2008年11月30日のうち購入者の誕生日当日のみであった。2017年12月に開業15周年記念で10年ぶりに発売され、発売期間が通年か、また利用できる日が誕生日当日とその前後1日に拡大されている。地域住民の高齢化を受け、県北部の岩手町、一戸町、 ニコ市から森岡市内の総合病院への通院を支援するサービス IGR 地域医療ラインを開始。定期的な通院による肉体的負担を軽くできるように自家用車で自宅から駅まで移動すると安心通院切符購入者は無料駐車場の利用と交通費の節約ができる。また通院時間帯の指定列車は後方車両の全座席が優先席であり、 通院客等に対応する乗務員のサポートが受けられる。通院する当事者並びに、その介護者1名が対象で、往路は対象列車の乗車が条件。通院する乗客1名が利用する往復割引乗車券のほか、通院の当事者と介護者1名の合計2名を対象とする往復割引乗車券が用意され、また有効期間は2日間あることから、介護者、 介助者の利便性を高めている。なお、森岡駅到着後の病院までの通院の便については、定型規格外だが、岩手中央タクシーの料金割引サービスを紹介している。森岡市内の朝夕を中心にした道路の交通渋滞解消と公共交通機関の経営改善に資するため、また自家用車の台数の増加に伴って、 中心市街地から郊外型の大型商業施設に、購買客が離れる傾向があることから、公共交通機関と自家用車を利用し分ける、経済的な商品を作った。すごいいい切符は X 線凄駅、盛岡駅間の鉄道路線から、盛岡市の都心循環バス、電電虫と岩手県交通バス、岩手県北バス乗り継ぎができる1日フリー切符で、 特典として2009年3月31日まで期間限定で映画館の鑑賞料割引など順次設定して好評を得ると利用期間の更新を重ねている。フェザン買い物切符は土曜日日曜日宿日を対象とする鉄道の往復割引乗車券に市内のバスフリー切符と指定の提携先の買い物券を組み合わせた企画切符である。2003年に 初めて発売された。乗車駅 IGR 森岡駅間の往復乗車券に二千円分のフェザン買い物券の組み合わせで二千八年度の発売及び利用期間は二千八年三月一日から二千九年三月二十九日の打ち土日仕日,日と設定され期間中の下記は二千八年八月一日四日と当記は二千九年一月二日もそれぞれ利用期間に 組み込まれた。提携先のホテルメトロポリタン、森岡本館ほか新館ニューイング内のレストランでも利用できる。発売後の反響を受け、2009年3月31日まで期間限定で映画館の鑑賞料割引など順次特典を追加している。広域の交通事業者4社が連携した事業では、期待、マテクルッとパスを 列車とバスを乗り継いで、岩手県北部を3日間巡る周遊券として、通年発売。これは、IGR 岩手銀河鉄道、三陸鉄道、JR バス東北、岩手県北バスのタイアップ事業であり、利用する路線ごとに乗車方向の指定がある。地域の商業、文化、観光事業との連携も進め、2015年から年末年始を除く。 土日仕組みに利用可能な企画切符、アピオ切符を発売。イベント会場として活用される、岩手産業文化、センターアピオとの往復切符として、森岡、近代地温泉間の各駅と岩手銀河鉄道線、滝沢駅間、岩手県交通バスの滝沢駅、岩手産業文化センター停留所間が利用できる。 同年10月1日には、IGR 戦全線1日乗り放題の企画切符、IGR ホリデーフリー切符が発売された。ドリンクや串焼きと引き換えができる、特典引き換え券がセットされている。子育て家庭を支援する企画切符として、岩手県立児童館岩手子もの森、奥中山高原とタイアップした、奥中山高原子もの森切符がある。2003年に、 初めて発売された。IGR 線の往復割引運賃と岩手、県北バスフリーキップに、イベント参加費と食事券、または、温泉施設利用券がセットされている。2008年の発売期間、利用期間は4月26日から同年11月30日で、奥中山高原温泉のタオル付き入浴料と、子供の森、妖怪スタンプラリーのオリジナル台紙に、 カナンのその手作り菓子がお土産として提供された。当期は車を運転できない中高生向けに奥中山高原温泉スキーキップを発売している。中学生往復半額キップは大人運賃に代わる中学生の鉄道利用の機会を増やそうときとされ、土曜、日曜、祝日のほか学校の定める長期休暇期間を拡大した期間のうち連続する2日間有効と、 設定された。料金設定は IGR 全線の往復運賃が、小入運賃相当の半額である。ただ事前に乗車日の1ヶ月前から購入した場合を、除き、JR 花輪線もしくは JR 東北本線から乗車すると、それぞれ、高駒駅と森岡駅で一旦下車して、IGR 線の駅窓口で切符を買う必要がある。ありがとうございます。